子どもたちに現代アートに親しんでもらおうというイベントが北九州市で開かれ、イタリア出身の建築家の指導を受けて子どもたちが作品を作り上げました。北九州市小倉北区で開かれたイベントは北九州市などが企画したもので、市内の小中学生11人が参加しました。子どもたちはイタリア出身の建築家で雑誌の編集なども行っているジョセフ・グリマさんの指導を受けながら作品の制作に取り組みました。作品に使ったのは直径60センチほどのリング状の遊具で、子どもたちは300個の遊具を組み合わせ、高さ3メートルのドーム型の作品を6時間ほどかけて完成させました。作った甲斐があってよかったと思うし、すごかったで印象に残りました。